石井義太郎昭和2年2月16日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍少将。佐賀城下水害にて、士族、石井正法の子として生まれた。聖火は、佐賀藩主鍋島市の藩祖以来の外籍家門で、祖父、石井正明は、藩の住職にあった。明治19年12月、海軍兵学校を卒業。 兵学校時代の同期生には、同じ佐賀県出身の江頭康太郎らがいた。1888年1月、海軍将尉に任官。明治25年12月、海軍大尉に昇進し、筑波公会長に就任。以後、千代田、富裕、吉野、金剛の各公会長を歴任。明治31年2月、海軍将佐に昇進した。同年12月、 対来副長となり、その後、宮古副長、海兵艦事件、筑波副長を経て、明治33年9月、海軍中佐に進級し、佐世保海兵団副長に就任。明治34年2月、常磐公会長に転じ、以後、朝日公会長、出雲副長を歴任。明治38年1月、海軍大佐を拝命し、横須賀鎮次二つ 県横須賀海軍交渉偽装委員に着任。同年4月、唐崎丸艦長に就任。以後、解剖艦、沖野島、巡洋艦、麻生の各艦長を歴任し、練習艦隊の一艦として渡米した。明治42年10月、横須賀賃樹二付となり、1910年4月、横須賀交渉検査官に転じた。翌年1月には、巡洋戦艦、 クラマ館長兼横須賀交渉偽装委員に就任。在任中に県営艦隊の一艦として都営している。明治44年12月、海軍省将に進み海軍教育本部第一部長に着任。大正元年12月に退名となり、大正2年5月、予備役に編入され、大正11年7月、交尾役となった。ありがとうございます。